神から生まれたという。ならば民衆たちが私を恨むのはお門違いだ。私の欲望も神が与えたものなのだから。とどめを刺す瞬間だけはまだ慣れません。魔物も元は人間ですから。欲深い人間の性根は変わらない。一度でも魔物になった者は必ず同じ過ちを犯す。だから息の根を止め、 いずれなれるさ、この必要は悪に。<笑>これが聖杯。どんな望みでも叶うという伝説の素晴らしい。私は欲望の神に選ばれたのだ。いかに強欲な人間であれ、救いの道は与えられるべきである。あらゆる生物に慈悲の心を、殺意、さらなる殺意しか生まないのだから。 もっと金を止めどないこの欲望を満たしてくれ。生贄だろうが救済だろうが、所詮神々の代理で争っているに過ぎねえ。そいつに気づかねえと世界が終わっちまうぜ。グリムの予言通りにな。理性、欲望、どっちの神もクソくらいだ。 決して相入れるものではない。しかし今を生き残らないと理想も叶わないわ。一時的な共闘か。悪くない。いずれは殺し合う相手になるかもしれないけどな。 結局、あなたの神様は守ってくれなかったようね、魔物さん。